今回はトップを作った時に体の向きを覚えるための練習方法をお伝えします。ここでの練習はしっかり足を使って投げていく、そしてその中でステップをした時に投げる方向にステップしていかないと軸が崩れてしまい体の開きにつながってきますので、そういったことには注意して練習を行っていきましょう。ここでの練習は中腰の姿勢から正面を向きジャンプをしてしっかり左足が投げる相手の方向に向くようにしていきます。この形が崩れてしまうと先ほども言ったように体の開きにつながってきますので、ジャンプをした時には重心をしっかり落として左足を投げる相手の方向に向けていくように行っていきましょう。それでは練習方法をお伝えします。ベースボール1